日本ハム2から3阪神、8日、札幌ドーム。日本ハムの中田翔内野手にアクシデントが発生し途中交代した。球団は3回の打席で腰に違和感を覚え、途中交代しましたと説明した。本拠地が騒然となったのは2点を追う3回1死満塁。打席に立った中田は3ゴロに倒れたが、1塁へ全力疾走。しかし、その途中で右腰付近に手を当てる仕草を見せた。一塁ベースを駆け抜けると、グラウンドに倒れ込み、頭を抱え込み動けなくなった。飯山コーチやトレーナーが駆け寄ったが、中田は両手をついて苦痛に顔を歪めたまま。自ら起き上がることができず、そのまま担架に乗せられて、大人数で運ばれた。